高田橋福島県藍住里町あざや地前付近、小瀬大橋道の駅白沢沼田市、下川田町交差点方向が、国道120号、国道291号、国道401号、方向が、国道145号、方向が、国道17号、方向が、国道17号、国道,道291号である。国道401号は、 福島県藍津若松市から群馬県沼田市に至る一般国道である。本国道は藍津若松市の国道49号高点から福島県日の江又村や群馬県片品村を経由しながら南西方向に進み沼田市の国道17号高点までを結ぶ路線である。 途中、日の山田村片品村間は、延長 23.6km の未開通区間となっており、区間には、尾瀬の高原が広がっている。国道401号分断区間の群馬側末端が、都根群片品村大和座くらにある、大清水まで、福島県側は、 南藍津郡日野江又村にある国道352号重複線上の福島県道1号沼田日野江又線分岐点にある一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過地は次の通り合図若松市から藍津三里町高立内までは明治時代前半三島道常県令の藍津味方道路整備から外れたこの区間を 柳津町軽井沢銀山と合津若松市を結ぶ銀山新道として整備した歴史を持つ。群馬県、福島県にまたがる尾瀬は古くから三平峠から沼山峠まで沼田街道が通じていて交易路として利用されてきた。尾瀬の道路開発は明治時代の頃から構想されてきたが、道路開発は環境破壊を伴うものであり、それを阻止してきたのは オゼの自然環境を三代にわたって守り続けてきた、平野長蔵長英、長生の努力によるところである。大正時代には、電源開発のために、オゼが、水力発電所に必要なダム建設地の標的になり、長蔵と長英がこれを阻止してきた。昭和期の太平洋戦争後、オゼの美しい自然風景が、全国に広く知れ渡るようになり、 尾瀬を訪れる観光客が増えていったことから対策として古来からある沼田街道を拡幅して尾瀬まで車が乗り入れることを可能とする道路開発が行われ昭和40年代までには沼山峠、三平峠、鳩町峠までの車道整備工事が進められてきた道路が小瀬出現まで差し迫ってくる中1971年になって 尾瀬の長蔵小屋の三代目である長生は、環境庁長官の大石武一に、自家判してこの状況を伝え、尾瀬の道路建設工事中止を訴えた。大石は、自らの足で現地を視察して確認し、建設推進派の田中角栄や、群馬、福島、新潟三県の知事らに対抗して、道路建設中止を決断した。 1981年4月30日の第4次一般国道改正に伴い一般国道401号へ指定されたものであるが2007年にオゼ国立公園が誕生して国立公園化されオゼの未開通区間には車道が通らないことが最終的に確定された道の駅トンネル橋梁群馬県と新潟県福島県にまたがる越後山が見分の 一般国道には国道405号、国道353号、国道17号、国道291号、国道401号があり、道路線である国道401号は、その中で最も東に位置し、群馬県と福島県が接する県境を通るところの唯一の国道である。地形が急峻な場所を通過することから、三国トンネルを、 要する国道17号を除いて国道401号を含む他の国道4路線はすべて未開通区間となっている。国道401号の未開通区間には新潟県、群馬県、福島県にまたがる盆地で国立公園にも指定されているオゼの出現が広がっており貴重な鉱山植物などのオゼの自然環境保護の ために永続的に国道がつながらないことが確定している。ありがとうございます。